代表してスワローズの池山古田、そしてブルーウェーブの星野から阪神淡路大震災の義援金636万2400.6円が神戸の小学校体育連盟に送られました。さて田尾さん、2試合ヒットが出なくて心配されているイチローが、はい、今日も3打席ノーヒットで引っ込みました。そうですね、まあ、この場面はツーアウト満塁ノーツーからライトフライを打つんですけれども、これなんかは山田がまっすぐ投げたんですけれどもナチュラルでちょっとシュートした、その分バットの先に当たってライトフライなんですよね。まあ結果は出てませんけれども、もう公式戦には僕は絶対大丈夫だと、そういうふうに確信してます。はい、さて試合の方なんですが、ブルーウェーブがワンアウトランナー一塁で、まあ、フォアボールというシーンですが、そうですね、これDJ に対して 2-3 から、古田がフォークボールを要求してフォアボール、そして藤井にも 2-3 から、フォークボールを要求してフォアボール、これはね古田の配球なんですよね。とにかくバッターの嫌がる球をピッチャーに要求するということで、これもフォアボールっていうのはよく公式戦ではあると思いますね。さあ山田が2アウト満塁のピンチを作って、さあ元西なんですが、これワンボールからねインサイドのまっすぐうまく打ちましたよね。まあどちらかといえば控えの選手なんですけれども、出せばこれだけの大活躍ができるというね、選手層の厚さ、これを感じさせましたね。元西は今日は3安打5打点の大活躍でした。さあそれから田尾さん、投げては左の野村、金田、渡部でとうとうスワローズをシャットアウトしました。そうですね、特に先発しました野村のまっすぐのキレの良さ、変化球の良さということでね、それを感じましたし、あと金田、渡部にしてもそれなりに抑えたということで、中継ぎ陣3人でヤクルト打線を完封したというのは、やはりこれまた投手層の厚さっていうのをね、感じさせましたね。滝浦にとっては非常に羨ましい投手陣じゃないでしょうか。こうして春の日本シリーズ1勝1敗星を分けています。今日は球審と二塁塁審を務めております。さてスワローズの先発は開幕投手候補ナンバーワンのブロース、今日はいいピッチングでしたね。良かったですね、もう圧巻でしたね。1回は3球でしたね。そうですね、17球のうち16球がとにかくストレートということで、随分失礼しましたね。ちょっとボールが上切ってる部分もあったんですね。そうですね、まあ、2回以降はちょっと上切りましたけども、大変今日はいいピッチングだったと思います。そうですね、はい、ブロス今日6回を投げまして99球1失点、まあ、ほぼ開幕は間違いないと思います。さて、ファイターズの先発は期待の芝草、3回まで苦しいピッチング、毎回スタリングポジションにランナーを送りました。この4回もノーアウトランナー1塁でラストバッターの飯田、2-3 からランエンドヒット成功です。深々と右中間を破ります。タイムリー先制スリーベース、さらにワンアウトから2番の稲葉を迎えます。カウントワンツーカウントやはりストレートでした。これはうまく打ちますね、はい、これは全く逆らずに、素直にバットがレフト前に出たということで、これも本当にいいバッテリーですね。しかし芝草は中止があるかもしれません。さて、ファイターズが2点を返して同点で迎えました8回。さあ途中から出場の勝則がバッターボックスです。ファイターズのピッチャーは3人目の長富ですが、初球もスライダーでした。うまくいったんじゃないでしょうか、まず積極的に1球目から打とうという、そういう気持ちがこういうふうにいたと思いますね、まあ、野村監督も変化球打ったのが意味があるという話をしておりました。まあ、スワローズ去年群を抜いて得点率の高かった8回に今日も決勝点、まあ、オープン戦とはいえ野村監督思わずにんまりの試合展開でありました。これからなんですけど、結果が出て本当に良かったと思います。バッティングについては褒められたりもしませんでしたし、ただ配球のことで怒られました、怒られたというか、注意を受けて、はい、それだけです。勝つのに応援せよ、これは本拠地東京ドームに戻ってきた日本ハムの先発はエース西崎、立ち上がりからストレートがよく走り、ヤクルトのオマリー、ミューレンの両外国人を空振り三振。本人は球数が多すぎたとコントロールには納得いかない様子でしたが、5回を2安打6奪三振の無失点、最多勝グロスとの開幕投手争いが面白くなってきました。ところが日本ハムにとって良かったのはここまで、攻撃では11安打を放ちながら得点はわずか2点、特に走塁面で集中力を欠いたプレーが目立ち、若手が簡単に牽制で刺されるなど、上田監督も怒り心頭。しかしこれだけでは終わりません。2点をリードした勝負どころの9回には勝則のショートゴロをゲッツーを焦った鈴木望が悪送球。
さらに名手広瀬までもが釣られるようにこのプレー。負ける見本のような試合や、公式戦だったら眠れんぞと爆発寸前の上田監督でした。だからもうみんな寝られへんぞ。ターズドラゴンです。開幕に向けて仕上げの段階に入った大栄工藤、互いに当てた立ち上がりでしたが、2つのフォアボールを出すなどピリッとしません。しかし悪いなりにも締めるところは締めるのがエース。ランナーを出しながらも低めを丁寧に突きピンチを切り抜けます。5回を投げて無失点の工藤、自己採点が20点と空っちでしたが、開幕に照準ぴったりです。一方のヤクルトは去年16勝の山部、考えたピッチングで6回を2安打無四球の完璧な内容を野村監督をホッとさせました。それ以上にホッとさせたのはこの人勝則、9回代打に立つとレフト前にポトリと落とし、プロ入り初のタイムリー。野村監督、笑いが止まらない一日でした。